こんにちは、社会人事部長の長谷川充です、今日はですね、武田洋一先生の、ランチェスタ経営武田洋一先生の日めくりカレンダー13日目です。社長の経営術には特別な1位だけが使える強者の戦略と2位以下が使うべき弱者の戦略の2種類があり、内容は全く逆になっているという内容ですね。で、後半の文章の中にもこの強者の戦略を使えるのは、1000社中5社ということでですね、こう世の中に存在する会社企業においてはですね、ほぼほぼ弱者の戦略を使うべきというところですね。で、一見すると強者の戦略って、かっこよかったりですね、見栄えがいいとか、そういう部分もありますので、なんとなくこうね、強者の戦略を使いたがる会社さんも多いかなとは思うんですけども、それだとですね、現状強者の企業、強者の組織においてはやっぱりこう負けてしまうってことですね。そこに負けてしまうと。だから我々中小企業はほぼですね、弱者の戦略を使うと。で、正確に言うと弱者な戦略で、ナンバーワンになる、地域ナンバーワンになるとか商品ナンバーワンになっていって、それを少しずつ大きくしていくっていう形で、いずれ強者になる場合もありますよね。現状強者の企業においても、昔は例えば創業当時は弱者の戦略から入っている企業がほとんどなわけですから、そういう意味ではやはり、弱者戦略でどうやって戦略を練るのかということを考える必要があるかなと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。